テレコムセンター。テレコムセンターは、東京都江東区大見にある、株式会社東京テレポートセンター、東京都などが出資した、東京臨海ホールディングスによる、第三セクター法人のビルディングである。都域テレビ局、東京メトロポリタンテレビジョン、東京 MX の本社があったことで知られる。耐震、無停電設備を売りにしており、現在は、 データセンターとしての存在意義が強まっている。1995年10月に完成。地上21階、地下3階、東野1階で構成されており、地上1から5階は各種イベントに対応できるアトリウム、多目的ホール、地上21階には臨海福都心を一望できる展望台も設置されている。当初は無料だったが、2004年7月17日から有料化された。 その他の木座橋は、東西二つの塔に分かれて、オフィスビルディングとして、企業などが、テナント入居している。二つの塔は、地下から地上5階と、地上20、21階でつながっている。低層階には、コンビニエンスストアや複数飲食店、総合診療所、薬局、郵便局なども存在しており、大見地区の生活拠点としても機能しているが、祝日は原則休業である。 かつて20階には東京都青少年センター、卓球場や図書館、ネットサーフィンや東京湾を一望できる休憩所。昼時にはテレコムセンター内で働く人たちが昼食など取っていたや NTT ドコモのドコモオンもあったがどちらも閉鎖され一般のテナントが入居している。現在関係者以外の観光客などが立ち入れるフロアは展望台のみとなる。 屋上にはパラボラアンテナが多数設置されており、日本国際通信 ITJ、現ソフトバンクがテレビの衛星中継の地上局として利用するなど、衛星通信の世界では重要な地位を占める。これらのアンテナは展望台のアンテナサイトという通路から見ることができる。エレベーターは西塔が大地製、東島が日立製である。 最近は、ドラマの撮影で、テレコムセンターを使用することなどが増えている。例えば、花嫁は、薬年。TBS テレビにおいて、テレビ局、首都テレビとして使用された、放送時期としてはちょうど、東京 MX が移転していった直後となる。またテレビ CM でも使用されたこともある。例、三菱鉛筆、ユニアルファゲルスリム。 テレコムセンターアトリウムコンサートとして、アトリウムを利用した音楽コンサートが、毎月開催されていた。本社があった一時期東京 MX の協力があった、ものの、録画放送されていたが、店以前に終了。終了直前は、運営会社単独で開催されていた。なお、テレコムセンターがある、江東区大区の諸葛警察署は2008年3月31日から、 東京湾岸警察署である消防は深川消防署管内。1995年10月3日には東京都をサービスエリアとして地上独立テレビ局を運営している東京メトロポリタンテレビジョン東京 MX テレビの本社が港区虎ノ門から東ビル西島1から4階に移転。この施設から約10年間にわたり東京のニュースや情報番組などを 東京の視聴者に伝えてきた一部の番組は、テレビ神奈川、TVK、千葉テレビ放送、CTC、千葉テレ、テレビ埼玉、TVS、テレダマ、三重テレビ放送、MTV、京都放送、KBS、京都などにも同時ネットされた。東京メトロポリタンテレビジョンは愛称を、東京 MX テレビから、京 m x に変更し2006年7月1日に、 千代田区麹町一丁目にある新社屋半蔵門メディアセンターに移転した。後はディノススタジオのスタジオとなっていた。このスタジオでテレビショッピングが制作されフジテレビ及びその系列局 BS フジで放送されていた。東京 MX の本社が入っていた名残として今も展望室にはトキオムックスが常時映されているテレビが設置されている。また、 BS デジタルラジオ放送を行っていた、ワールドインディペンデントネットワークスジャパン、ウィンジの演奏所も、東ビルの東東4階に存在していた。BS アナログ放送を終了させた2005年春より、放送設備を設置し、メンテナンス等を理由とする2006年10月末の放送休止まで約1年半放送されていた。その後ウィンジは、放送休止の長期化や、 相次ぐ経営状態の不安定などにより、総務省から放送業務取り消しがなされ、そのまま廃局を迎えることとなるが、複数の放送局が同じビルに存在していたこと、フジテレビと日本放送など両局が関連する場合を除き異例である。前述した屋上のパラボラアンテナ群からは、東京都が小笠原村向けに行っていた NHK テレビ2派と在京民放テレビ6派の 南市町対策用衛星中継回線の送信も行われていたが、アナログ放送のみだったこともあり、2010年6月末をもってその役目を終えた。その後デジタル中継局の開局までは、BS デジタル放送による地デジ南市対策衛星放送、セーフティーネットの次期受信に一時移行した。沖縄県北大東村、南大東村の NHK。 民放テレビ中継局もこの回線を利用していたが、民放については、沖縄県域局中継局の代替との位置づけであるため、TBS テレビ、イコール琉球放送、富士テレビ、イコール沖縄テレビ放送、テレビ朝日、イコール琉球朝日放送の3波のみの利用となっていた。これは地デジへの完全移行により廃止され、以後は、 本来の沖縄県の民放各局の中継局が設置されたほか、南市町地域については2015年3月31日まで衛星のセーフティーネットを使った在京キー局の保管中継に事実上移行されていた。住所、東京都江東区大見2丁目5番1 0号。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。